山寺です。今ですねナンバーウォークに来ております。これからですねこのナンバーウォークにあるね結構ナンバーウォークの中ってね飲み屋さんがよくあるんですよ。でその何軒かちょっとね今からね行きたいと思います。お店はですね、初ガスミ酒坊というところに行くんですよ。今からね入りたいと思います。こちらですね奈良県かな奈良県の方の酒蔵さんが経営している、お店です。今から入ってみたいと思います。芋焼酎のですね、水割りいただきます。美味しいですね。今ね、お造りの五種盛りを注文してみました。ね、焼酎とお造りとなんか合いそうでしょ。どんな風か楽しみです。お造りの五種盛り来ましたね。これブリとイカとキズシとマグロとあとあれかな、イカのなんとかいうやつでね忘れた。まあ何でもいいや。それどっからでも行きますけどね、どっから行くか分からんけどとりあえず食べたいと思います。はい、マグロいただきたいと思います。結構ね厚切りでね大きなマグロですよ。ね、わさびをつけていただきます。厚切りですね。美味しいわ。あのね赤身でめちゃめちゃ濃厚なマグロですわ。安いかもしれませんね。あの5種類で1000円は安いと思います。しかも厚切りやからね食べ応えがありますよ本当に。ここいいですね。あの初ガスミっていうねあのお酒いろいろ置いてあって、そこの酒蔵久保本家酒造さんのお酒ですわ。僕もね日本酒は詳しくないんですけどね適当なことばっかり言うてるんですけどもこれほんまです。あの久保本家酒造さんで書いてますからね書いてることを言うてるだけですけどね。でもここはねあのなかなか素敵なあの酒場です。昼飲めてね座り飲みができるっていうのがいいじゃないですか。もうね立ち飲みもいいんですけど立ち飲みって結構疲れますからね。ということですよ。しめサバ、キズシですね。結構ね、あの漬かり方が浅いんで美味しいです。僕好みです。あのね、めちゃめちゃ漬かってるやつってちょっと酸っぱすぎてね、山寺的には苦手なんですけど、これは全然 OK です。うまい。なんかご飯が欲しくなりますよね、これ。木寿司とご飯、それでサバ寿司食べとけよという話になってくるんですけどね。美味しいですわ。最高。私ねこれちょっと初ガスミか初ガスミのねあのなんていうの生初ガスミ飲んでるんですけど日本酒ですよ。これ意外と美味しいです。これねやばいですわ。飲み口がいいんでこれねかなり酔っ払うやつですよ。これはねちょっとねあのこの日本酒にね負けて騙されるやつですわ。まあ女子で言うたらちょっと悪い女に出会ったみたいな感じの日本酒かもしれませんね。これね最初はねソフトに来てこれね飲んで酔ったらもうほんまにえらいことってあるみたいな感じになるようなお酒のような気がしますね。でもね美味しいです。まあ表現はねちょっといいか悪いか分からへんけどもとりあえず美味しいのは違いないです。これ山寺でも飲める生の初ガスミです。うまい。これ日本酒ってやっぱ刺身ですもんね。日本酒言うたら刺身ですわ。でねこのハマチかなここハマチもね結構ね厚切りなんですよ。これブリかハマチかね。このハマチブリ、の油を日本酒で流す。
まあ、あかんでしょこれ、完全に酔っ払いますよ、うん。あんかけだし巻きですね、400円、あんかけだし巻き400円きましたけどね、絶対これ美味しいでしょこれね、もう間違いなく美味しいやつですよ、このプルプルっていうか、このあんかけがね、もうこれ素敵ですよね。ちょっとね、一回ね、これ取り皿に取りますわね。ちょっと行くわ、友達とね飲みに来てるんでね、うん、ちょっと行きますよ。もうこれね、ちょっとあのね、あんも軽くかけてますわ。あかん、これ絶対、これ絶対美味しいでしょ、間違いなく。まあ、食べてから言えっていう感じだけどね、いただきますよ。これいただきますよ、もうだし巻きのあんかけですわ。これはうまい、ほんまにこのあんかけね、美味しいわ。この多分ね、このあんにだしがいっぱい絡んでるんですよ。もうあかんわ、ほんまに、うますぎて。やっぱりね、ちょっとこうなんていうの、落ち着いて飲む酒っていいですよね。大人の飲み方といいますか、まあ大人、51ですからね、私ね、おっちゃんやから大人っていうのもおかしいけど、ね、まあまあなんか分からんけど、美味しいです。とにかくここはね、昼間から飲めて結構落ち着いた、感じの、客層、お客さんがおってね、最高ですわ、ほんまに美味しいです。焼酎水割り2杯目です。2杯目入るとね、もうね、結構ね、私酔ってますよ。結構こう2軒目なんですよね。2軒目で楽しいお酒飲んでるんで、酔いが回りが早いです。うん、もう美味しい刺身とお酒があったらもう最高ですので、さっきのね、あんかけのだし巻きもめちゃくちゃ美味しいです。うん、やっぱりね、このナンバーウォークね、地下街なんですけども、地下街のね、いっぱいね、飲み屋さんがあるんですよ、魅力的な。うん、うん、もうね、結構酔うてますわ、ほんまにね。なんかここね、落ち着くんですよ、このお店ね。もうね、今ね、1時半です、昼のね、昼の1時半ですけども、まあ、2軒目ですわ。まあ、先ほど言ったか、何回も同じこと言うなって、これ酔っ払うとね、なんかね、同じこと言う癖があって、これがちょっとね、あんまりどうなんかと思うんだけども、まだね、ちょっとね、もう1軒か2軒ぐらい、ちょっとはしご酒しようとは思ってますけどね。うん、あてもね、結構食べてまして、結構お腹が膨れるんですよね、これね。食べたくてもお腹が膨れる。でもね、ここのこのあんかけの、これね、このあんかけだし巻き、美味しいんですよ、これね。あんかけ、ね、プルプル、美味しいけども、食べすぎるんですよね、どうしても。食べるけどね。うまっ。ほんまに美味しい。あんかけにたっぷりだしがついてるんですけどね、入ってる、ついてるっておかしいな。うん、うまっ。もう残すの嫌いなんでね。うん、食べきりますよ、残すのダメなんで。うん、うん、うん、食べきりましたよ、美味しい。もうね、これ焼酎、うまい。うん、もうね、ほんまにちょっと酔うてます。分かりますよね、皆さんね、山でこれ絶対酔うてるやろって分かると思いますわ。でほんまに酔うてますもんね。うん、なんかさっきね、日本酒ちょっとね、ちょっと飲んだんだけど、これ結構きてますわ。なんか口当たりのいい日本酒飲んでね、なんか飲み口がいいんで、結局ね、それでね、なんかね、騙されましたね、日本酒に騙されましたわ。うん、まあいいんですけどね、お酒に騙されるのは別に構いませんけどね、全然 OK ですけど、結構ほんまに酔いましたね。うん、でこれ2杯目のね、焼酎でしょ、焼酎と日本酒とこのちゃんぽんしてますよね、これはね、結構きますよ。うん、でも美味しい、初ガスミさん
いいですよ、うん、なんか落ち着きます。やっぱりほんまに、うん、落ち着くお店です。何が痛いねんね、最高ですわ。今ですね、初ガスミ酒坊行ってきました。すごいね、あの楽しいあのお店でしたよ。あの安くてね、なんかいろんなもの飲んで、も日本酒も飲みましたも、結構ベロベロですわ。なんか難波の地下街で昼間から言うベロベロっておっさんね、こんな僕しかおらないですよね。ということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それといつもね、見ていただいている方ありがとうございます。感謝いたします。ではお疲れ様でした。